ハロー、YouTube。どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、本日ですね、4月18日土曜日ですね、スプリームウィーク8ですね、まもなくですね、オンラインが始まるということで、今現在時刻が10時56分、あと4分ですね。で、始まる形になりまして、で、まあ今日ですね、多分まあスプリングティーということで、まあ前回に比べれば、多分おそらく人気がないのかなと思いますんで、まあ今日はいけるでしょうっていう感じではいるんですけれども、まあ果たしてですね、どんな感じになるかっていうのは、なんとも言えないんですが、一応ですね、今日は朝、まあ、ジョーダン1ですね。ジョーダン1の初ライブだということで、一応朝スニーカーでやったんですけども、そちらがなんとですね、買えずということで、いつも通りほんと買えないなっていう感じなんですけれども、で、結構昨日ですかね、前日にスニーカーズの方で、オファー、先行オファーっていうんですかね、が来て買えてる方が結構いらっしゃるみたいで、インスタなんか見るともう買いました、買いましたっていうのがいっぱい出てたんで、あ、マジかと思ってですね。まあ、自分は当然来ずっていうことで、で、今日、土直発でやったんですけど、全然ダメでしたね。で、まあ、インスタグラム見ると中にはなんか 3個変えてるような方もいたんで、嘘でしょって思って楽勝って言ってたんで、いやー、なんで変える人には変えて変えねえんだろうって思って、前のパイングリーンは思いますね。普通に変えないっていう。で、今日はビリーズの方でも、まあ、もしスニーカーズ行けんかったら買おうかなと思ったんですけども、ビリーズの方も全くなんか全然アクセスできずですね、アウトって感じですね。何なんだろう、この違いはと。で、当初モノカブさんなんかで、相場見てましたら、初め3万5千円ぐらいがついてて、で、だんだんその、数が多いような情報が出てくると、どんどん下がってますね、価格うまいこと。なんで、本当なんか需要と供給というか、なんか本当に、まあ、大半ごとの転売屋の方が買ってんのかなっていう感じはしますね。もう、早速メルカリなんかでもいっぱい出てるんで、いやー、本当、勘弁してほしいなって感じなんですけれども、はい。ではですね、ちょっと気を取り直して、今から、シュプリームですね、あと2分30秒ですね、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、今日はクロームでやろうかなと思うので、で、多分これ、スプリングティーってクレジットかな。クレジットだったらそっちで対応しないといけないんですけど、なかなかどうなんだろう。まあでもこれ普通に買えるような気がしますけどね。どう、まあ多分いろいろリークとか見ると、ゴザマットが多分人気みたいなんで、多分あれが多分一番最初にすぐ売れるのかなと思いますね。まああれ結構自分的にも欲しいなと思ったんですけど、ちょっと夏用の藁の生地なんで、ちょっと、それでちょっと やめるって感じです。まあ多分どうせかあったとしても買えないかなって感じはするんですけど、まあ果たして今日こそはいけるかな。まあなかなかコロナウイルスもですね、全然なんか収まる気配がないのか、まあ毎日なんか増えてますね、患者が。まあ、ついに芸能人の石田純一さんとかもなっちゃったりしてるんで、まあ本当怖いですね。まあなかなか東京の方が結構やっぱきついんですかね。まあ名古屋の方に関してはそんなに、なんかそんななんか蔓延してるっていう、なんかまあたまたまそういう自分の周りにいないだけなのかもしれないですけど、あんまそういうのは感じられないですね。はい。なんで、まあ、海外の方もだんだんちょっと収まってるような、なんかニュースも出ているけど、どうなのかなっていう感じですかね。まあ、アメリカの、まあ、方とかも、株は逆に上がってってるんですよね。不思議と。なんか不思議だなと思ってですね。まあ、本当に今、テレワークじゃないですけども、これから、働き方が変わってくるとかですね。まあ、いろいろ YouTube 見てるとですね、まあ、ちょっと本当考えさせられるかなと思うんですね。まあ、結構テレワークされてる方も多いんじゃないかなと思うんで、まあ、なかなかちょっと自分、まあ、仕事、そういうウイルスの感染者出てないんで、まあ、普通に働いてるんですけど、まあ、中には YouTube とか見てると、なんかもう今、こう自粛中ですっていう方も結構いらっしゃるんで、まあ、なかなか大変ですね。はい。あと10秒ですね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。そうでしょ。
ミドルエイト。あ、長いね。長いよ。何回？え？え、聞いた？え？あ、あれ、書いた？待って、え、書いてんの？買いましたね。はい。まあ、しゃーないですね。なんか最初なんかクレジットだったら、なんか、パッと画面戻されたんで、あれ？と思ってですね。で、もう一回代引きでやったら、普通に買えましたね。はい。まあ、なんで今日は、まあ、普通に買えて当たり前って感じのレベルですね。はい。楽勝っすね。まあ、これで買えんかったら、なんかまたなんか、コメントがなんかコメントにいっぱい書かれそうな気がしたんで。はい。まあ、なんとか、無事、ゲット。ですかね。まああとはこれ見ていくと、まあ今日はこれ見る限りだと、まあ今日はダダ余りって感じですかね。予想通りって感じですね。あ、でもこれマットないのかな。マットはこれ日本ないのかな。アクセサリーのところを見るとないですね。ま、日本はマットないのかもしれないですね。まあ、T シャツ類とかも結構これ余裕で買えそうですね。ああ、自分買ったやつ全然残ってるね。残ってますね。はい。では今日は余裕ということで、タイムティーを、ゲットさせていただきました。はい。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。